本日のゲームはナショナルスタジアムで行われます。この時間はエクアドル対ポーランド、こちらの一戦をお楽しみいただきます。ポーランド国歌お聴きいただきます。続いてエクアドル国歌です。今日442のシステムで来ているんですが、北澤さん、はい、このサイドバック、これ重要な役割をこれは持ちますね。そうですね、はい、奪った後にどこまで高い位置を取れるかということになりますよね。そうなってくるとサイドの中盤との連携ということが重要になりますよね、はい、一番警戒しなければならない、逆にこのシステムの弱みということはどういうところなんでしょうか。そうですね、どうしてもゾーンで見ることになるので、はい、サイドバックが出てって取られた時ですよね、うん、そのゾーンがうまく埋められないと失点をしてしまうというケースも出てきますからね、はい、ボールの失いどころ、これは非常に気をつけなければならない。そうですね、そこのトラジション移行のところでミスが出ると難しくなりますね、はいはい、さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。エクアドル対ポーランド。さて北澤さん、この戦いを見ていく上で注目すべき選手がいましたらお願いします。レバンドフスキーですね。両足を使えて空中戦も強いので火の打ちどころがないですよね。くさびのパスを受けて相手を背負った状態でもプレーできるので周りを生かすこともできますよね。攻撃において彼の万能さをぜひ発揮してほしいですよね。なるほど、そうですか。彼がどう得点に絡んでくるのか注目してまいりましょう。激しいボールの奪い合い、渡ります。さあつながるか。キーパーからのロングフィード、これをカットします。レバンドフスキ、ウィリアム、ホセ、ウィリアム、ホセ、ウィリアム、裏のスペースを狙う。このボールに触ります。ポーランドは開幕からまだ勝ちが一つもない状況です。そうですね、まあ、点が取れてないですからね、まあ、後ろが点が少ないのでそれにきちんと応える気持ちはチームプレーでは大事になってきますよね。中は枚数います。クリホビアク、スペースを狙った。このクリアボール次へつなげたい。ウィリアム、裏のスペースを狙う。さあここからの展開、スルーパス、いいボールでしょ。来た、いけるか。ポーランド、ここクリアで難を逃れます。メンデス、裏のスペースを狙う。シュートレンジです。クロスを上げる、
危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。パスでつないで攻め込んでいきます。ポーランド、ピョンテック、ここでシュート、防ぐ。しかしこれよく止めましたね。いや、あの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。ピョンテック、ミドルシュートを打っていきました。ベレシニスキ、今日のゲーム両チームまずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか？まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。ふわっと裏を狙う。エクアドル、これは奪い返します。メンデス。エクアドルは前半未だシュートがありません。ルーズになる。チャレンジはしません。後ろに流す。ベドナレク、ホセ、ジエリニスキ、組み立てながら攻め上がっていく。メンデス、ボールを下げてリズムを作るか。ホセ、大きくサイドチェンジ。ポーランドボールです。スルーパスを出す。この位置でボールを受けます。プレスからボールがこぼれる。このクリアボール次へつなげたい。このクリアボール拾いたい。クリホビアク、ボールがつながる。裏を狙う。いいボールですね。クリホビアク、大きく縦へ。ここで収まる。ポーランド、ここでファールをもらいます。たまらず行ってしまいましたね。さあ狙える距離です。先制点のチャンスです。うわ、先制。素晴らしいプレーでしたよね。ゴールに吸い込まれていきます。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。ポーランド、先制ゴールが決まりました。1対0。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。エクアドルとしてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなります。どうだこのシュート、決まった。追加点、ポーランド
この短時間で追加点。今のゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。レバンドフスキ今日2点目のゴールです。さあポーランドさらに1点を追加し2対0としています。いや止まらないですよねこの勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、うん、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね、いいプレッシャー。ピョンテク、前半29分が過ぎました。ベドナレク、ジエリニスキ、レバンドフスキ、狙いますよ。シュート、いやわずかに左へ逸れていきます。クリホビアキがキープしたとき周りのオフザボールの動き素晴らしいですね。視野が広い選手ですからね、周りの動きをしっかり把握してますよね。縦へのボール、アイルトン、ゆるく狙ったボール、ボールは届きません。長いボールを送ります。ポーランドが最終ラインまでボールを下げる。アイルトン、ロングフィードで狙う。ベレシニスキ、クリホビアク、長いボール縦へ、ジエリニスキ、ウィリアム、メンデス、大きく縦へ。エクアドルがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいでしょうね。左サイドを上がっていきます。中に入れる。エクアドルはここクリアで難を逃れます。また中央へ、クリスティアン、チャンスを演出できるか。パスをつなぎます。危ないシーンでしたがここはクリアの対応。これ仕掛けるか、どうする、クリア。このピンチをなんとか出します。素早いパスで攻め上がっていきます。ウィリアム、アイルトン、左サイド上がるか。アイルトン、ホセ、メンデス、この位置で受ける。シュート、
左側は上がる、裏を狙っていきます、クロスを選択、キーパー触る、ここで前半が終了しました。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。エクアドルとしては立て続けに失点をしてしまいましたね。ただ守りをしっかり固めて早めに攻撃のリズムを掴んでいけば十分に取り戻せる点差ですから、後半どういう出方をするのか非常に楽しみですね。エクアドル対ポーランド、ではこの後も試合をお楽しみください。後半です。後半の入りというのは重要になってきますよ ね、 ね、また追加点されますと厳しくなってきますからね、はい、縦へのボール、クリホビアク、この試合アシストを記録しています。さあ左サイドへ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。長いドリブル、上げる、ここは合わせたかったですよね。ホセ、ボールを下げてリズムを作るか、ポーランド固いディフェンス、ベドナレク、キーパー前へ蹴り出します。スペースにいいボール出たんですけどもね。アイルトン、チャレンジはしません、後ろに流す、カウンターを仕掛けます、ボール入るか、ジエリニスキ、レバンドフスキからピョンテク、出るか、レバンドフスキ、レバンドフスキ、セーブゴール、いやファインセーブです。いやキーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。うん、ショート行きましたね。仕掛けるか、さあどうする、シュート、うー、もう一度決めた、ポーランド、さらに突き放します、これで3ゴール差。ピョンテクがこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。さあポーランド、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。サイドチェンジ、このパスがつながります。ホセ、アイルトン、ホセ、メンデス、もう一つ前に行きたい、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。そうですね、上げる、ヘディング、決められない、中央、絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。エクアドル決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。
ポーランドが結構横に広くピッチを使ってますけどもね、うん、先ほどから前線の選手が外に開いてるんですよね。なるほど、サイドから攻めようという意図なんですね。そうですね、あとはタッチラインまで開くことで中にいるディフェンダーを外まで釣ってこられるんですよね、うん、そうすることで中央にバイタルができやすくなるメリットもありますからね。はい、縦にボールを送る、エクアドルが最終ラインまでボールを下げる、さあつながるか、サイドへ味方を走らせますがこれは合いません。ベドナレク、エクアドルとしてはそろそろまず1点返したいところですよね。フリホビアク、パスでつないで攻め込んでいきます。ポーランド、フリホビアク、さあ右へ預けて、裏へ届くか、クロスを入れる、さあボールを追う、丁寧に足元を使う、さあ中はいる、ベレシニスキ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応、メンデス、サイドを使います、ここはすぐ奪い返します。エクアドル、大きくサイドチェンジ、このパスを受けてクロスを選択、直接行ってしまいました。デレシニスキ、レバンドフスキ、さあどこに出してくる、ポーランド、ここは大きくクリア、危険なシーンでした。ウィリアム、スルーパス、いいボールだ、この位置で受ける、撫でるようなボールタッチ、枚数いる、中につなぎたい、ベドナレク、クリスティアン、長いボールを送ります。ジエリニスキ、ピョンテク、サイドを使う、フリホビアク、サイドへ、ここで丁寧にボールを扱う、チャンスを演出できるか、デレシニスキ、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。大きく縦へ、デレシニスキ、デレシニスキ、メンデス、うん、なかなか前線の枚数が生かされてませんよね、もったいないですよね。キーパーから前線へ、
メンデス。ウィリアム。レバンドフスキ。緩いボール。サイドのスペースを使いますが通りませんでした。エクアドルはメンバーチェンジです。アイルトン、ウィリアム、ふわっと裏を狙う、つながっていきます。レバンドフスキがこの試合2得点、あと1点決めればハットトリックです。ベレシニスキ、組み立て直します。シチェスニ、大きく前線へ。試合時間も残すところあとわずかとなりました。このまま行きますとポーランドは大差をつけて待望の今シーズン初勝利を飾ることになります。なんかこう今日は絶対勝つんだという気持ちが点差に現れた試合でしたよね。はい、気迫ありました。まだ終わってないですけどもそんな印象を受けますよね。サイドを使います。右サイドへ振ってボールのこのパスいいとこ入りますよ。中で味方の選手が待っている。ベドナレク、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ここは間合いを取る。中人数揃っている。メンデス、アーチのようなパス。さあサイドのスペースへ、しかしこのボールは合いませんでした。エクアドルとしては先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね、なかなかシュートには結びついてないですよね。クリホビアク、手元の時計3分を切っている状況。ポーランド、ここは時間を使います。素早いパスで攻め上がっていきます。これはつながりません。メンデス、レアスコ、ふわっと裏を狙う。ポーランドはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。これ仕掛けるか、どうする。メンデス、サイドへ。足元大事に行きます。中はマイスイル、打ったと外れたところでホイッスル、試合終了。3対0、エクアドル勝ち点にこだわっていきましたが敗れてしまいました。さあ北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。エクアドルとしてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かチグハグになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。エクアドルが3対0で敗れています。